チョウガール、今日も元気にアミーから自己紹介よろしく。はい、春といえばお花畑に行きたいアミーです。春といえばお花見をしたいアンナです。春になって中学生になったサラです。イエーイ。私たち、せーの、チョウガールです。イエーイ。よし、それでは今回の当番はアンナ、君に任せたぞ。はい、頑張ります。チャオチャオ TV とはアニメ、ドラマから注目情報までチャオっ子のために作られた超スペシャルな DVD なんです。続いてはラインナップを紹介。今回のチャオチャオ TV はこちら。まずはドラマドーリーカノン。なんと今回が最終回。レミの引退ライブでついにソウシ君はカノンとして出演。そしてココネちゃんとソウシ君の恋の行方は。見たい。続いてはなんと大人気作品12歳がアニメに。花火ちゃんと高尾くんの胸キュンストーリーは必見だぞ。楽しみ。続いて大好評アニメチビデビ。真央ちゃんたちがスーパーに行くことに。ちゃんとお買い物はできるのかな。大丈夫かな。さらにアイカツの最新情報や最新コミックス情報まで盛りだくさんの内容だよ。早く知りたい。それではみんな、今月も元気よく頼むぞ。はい、それじゃあいくよ。チャオチャオ TV 5月号、みんなで一緒に見たよ。ドラマドーリーカノン、今回はいよいよ最終回。最後だなんて寂しすぎ。でもソウシ君たちがどうなるのかすっごく気になる。では最終回をもっと楽しむために前回のお話をおさらいするよ。2人はこのシーン覚えてる？デビューしてからの私は蓋のうまいお人形でした。もちろんレミのラストステージだよね。突然引退宣言をしたレミがファンの前で全てを告白して大変なことになって。そう、でもこのレミの言葉が心に響いてソウシ君がカノンになってレミを助けにステージに向かったんだよね。ココネちゃんとの名コンビも復活してあのシーン感動した。さすが、二人ともバッチリ覚えてるね。この後レミからバトンを受け取ったカノンがステージに上がることになるんだけど、カノンは初めてのステージだし大丈夫かな。レミのためにも頑張ってほしい。それではドラマドーリーカノン最終回、みんなで一緒に見たよ。続いてはアニメ12歳。私12歳大好き。高尾くんかっこいいよね。うんうん、花火ちゃんと高尾くんアニメではどんな感じなんだろう。登場人物はもちろんだけどテーマソングにも注目だよ。すっごいいい曲なんだ。ますます楽しみになってきた。アニメの後にスペシャル映像もあるから最後まで見逃さないでね。それではアニメ12歳、みんなで一緒に見たよ。なんと今日は恋の12歳を歌っている歌だ猫歌劇団さんからコメントをいただいちゃいました。それではどうぞ。続いてはアニメちびデビ。今回は真央ちゃんたちがお買い物に行くお話だよ。でもどうやら途中で大変なことになったみたい。それではアニメチビデビ、みんなで一緒に見ちゃおう。エンディングです。今回も可愛い作品がいっぱいだったね。チャオっ子のみんなも楽しんでくれたかな。3人とも今回も楽しい情報をチャオっ子たちに届けられたぞ。あ、先生ありがとうございます。ということで今月のチャオチャオ TV はここまで。チャオっ子のみんな、また会おうね。せーの、バイバイ。